スウィフトは当初欧州大陸沿岸部において主力艦を護衛してフランス海軍の水雷艇の劇場及び敵主力艦への雷撃に当たることを想定していた。その後ドイツ帝国の台頭及び英仏関係の改善を受けて1901年度よりイギリス海軍は想定戦場を北海に移して大幅に設計を改定したリバー級の建造に着手した。 1904年、ジョン・アーバスのと、フィッシャー大将が第一海軍協に就任すると、この方針は一層明確になった。フィッシャー第一海軍協は、ドレッドノート級戦艦と高速駆逐艦による艦隊編成を構想しており、駆逐艦にも戦艦に随伴し得る、公用性が求められるようになった。1904年10月、フィッシャー大将は、造艦局長に対して、 リバー級を元にした36ノットの高速駆逐艦の設計を要請した。これによって建造されたのがスウィフトである。艦名は当初フライングスカットと予定されていたが、1906年4月にスウィフトに変更された。野心的な設計のために建造費は高騰し、233,800ポンドに達した。これは原型になったリバー級の3倍に当たる額であった。 当初はリバー級やバイパーを元にした900トン級の駆逐艦として構想されていた。しかし、大出力機関搭載の必要性から順次に艦型が拡大され、最終的に2170トンという前例のない大型艦になった。船形はリバー級と同じく選手楼型である。ただし、CB 値ーーの大きな飛大船形でまたフレアが付されていないこともあり。 制波の打ち上げに悩まされた。また、1913年には、環境の拡張と通信機能強化の改装を行い、イギリス海軍初の共同駆逐艦となった。大型艦で所定の速力を達成するため、4軸推進で、機関出力3万馬力を確保した。パーソンズ式直結蒸気タービン2組を搭載し、外軸には、高圧タービンを、内軸には、 低圧タービンと更新タービンをそれぞれ結合した。ボイラーはレアド式の重油潜傷水管ボイラー12管、蒸気正常は並行して整備されていた F 級と同じく圧力 220pc、飽和温度とされた。大出力の手機を搭載したことから、環境の後端から水まで、船体の相当部分を機関部が占めており、煙突は3本。 機関部重量は916トンに達した。しかし、それでも海上港試みでの速力は36ノットに達せず、35.099ノットに止まった。艦砲としては、従来の駆逐艦で、標準的だった40口径7.6センチ砲よりも、強力な40口径10.2センチ砲が採用された。選手楼甲板上に2門を並列に配置し、また、 後部艦班の中心線上にも2門を配置した。先手老艦班の方には、あと2方立てが装備された。その後、1916年には、仮想的である、ドイツ帝国海軍の大型水雷艇が12.7センチ砲を搭載するとの情報がもたらされた。しかし当時、イギリス海軍の正式砲に12.7センチ砲がなかったことから、まずドレッドノート級戦艦の副砲や、 軽巡洋艦の手法として使われていた45、合計15.2センチ砲を試すことになり、スウィフトと F 級のバイキングが搭載艦として選ばれた。スウィフトでは、選手楼艦パンナ砲2門と、バーター25.2センチ単装砲1門を搭載したが、取り扱いが困難だったことから、1917年には撤去され、再び40合計10.2センチ砲2門が、 搭載された。ただし今度は発射速度を向上させた QF4 インチホーマーク V に更新された。水雷兵器は従来の駆逐艦と同構成であり18インチ炭装魚雷発射艦2機を搭載した。スウィフトと共に戦った共同駆逐艦ブルック。スウィフトは第一次世界大戦時に本国艦隊の 第四駆逐艦隊の機関として割り当てられた。スウィフトは大型であったので、北海の天気の多くを活動することができた。1915年にスウィフトは、ドーバー海峡の紹介任務に移り、1917年4月20から21日の夜に、ドーバー海峡での戦いにおいてスウィフトは、ドイツ海軍の6隻の駆逐艦を相手取って戦った。この時に、 ハイカのフォークナー級駆逐艦ブルックとドイツの駆逐艦 G42 が衝突して、双方ともに離れられなくなったくらいの乱戦であった。そのうちドイツの駆逐艦 G85 に魚雷攻撃を行い撃沈した。スウィフトも撤退するドイツ駆逐艦の追撃の追撃に移ろうとしたが、すでに被弾して、 機関を損傷し、速力が低下していたことから沈没したドイツの駆逐艦 G42 の乗員を救助した後、味方のブルックを栄光して、プリマスに退避して、修理を受けた。1918年の春、スウィフトは第一次オーステンデ襲撃の時に沿岸戦隊と共に行動していた。その後、スウィフトは戦隊から外され、終戦後は除籍されて、解体処分された。 ありがとうございます。